ポルトイコールベッキオは、フランス、コルシカ島、コルスデューシュド県のコミューン。ポルトイコールベッキオの市パロンバッジアの砂浜コルシカ島、第3位の人口を持つポルトイコールベッキオは、島東岸にある海のリゾート地である。国道198号線を通じて、北のソランザラ、南のボニファシオへと通じている。西は、 標高1381メートルのオスペダル山で、東はティレニア海である。カラロッサ、パロンバッジアという有名な砂浜がある。コミューン内にはおよそ10ヘクタールの塩田があり、年間100トンの塩を生産している。ジェノバモン古代、トレと呼ばれた定住地があった。現在のポルトイコールベッキオ港の基盤を築いたのは、 おそらく紀元前6世紀に、シュラクサ祭からやってきた、ギリシャ人たちであると言われている。ローマ時代の名は、ポルトゥス・シラクサヌスであった。肥沃な土地であった。この地域は、しかし中世に、ジェノバ共和国がボニファシオを征服したのと、並行して、マラリアが蔓延したために荒廃した。13世紀から16世紀にこの地域は、六カ領主の封建支配下にあり、 山で暮らす現地の人々は、陶器に家畜を率いて暮らしていた。六家領主の支配から、ジェノバのサンジョルジョ銀行の直接支配下に入ると、ジェノバ人たちはこの地に植民地を築き、バルバリア海賊の襲撃に備えて、多くの両方を備えた砦を築いた。軍庁所在地とされ、平安に、ジェノバの開拓が入り始めると、この植民地政策が失敗であったことが、 明らかになった。マラリア発生のために永久的な脅威となっていたオスマン帝国からの海賊の攻撃やコルシカ側の攻撃からスードポルトイコールベッキオは守られたのだった。多様な定住の試みがなされた後、ジェノバ共和国はクエンザ3出身の世帯を城塞内に定住させることを決めた。17世紀の間、ポルトイコールベッキオ住民の多くを占めたのは 山岳住民たちだった。しかし、元々の住民の多くが数世代にかけて人口を盛り返し、マラリアの発生と蔓延を防ぐために土地開発を続けた。19世紀中にマラリアの発生源であった湿地は干拓された。長きにわたり、コルシカ南部の小都市サルテーヌやボニファシオと同様の小さな自治体であったポルトイコールベッキオは、 第二次世界大戦後の湿地の浄化で恩恵を受けた。1950年から1997年の長期間であったジャンポールド・ロッカ・セラ市長時代、目覚ましく発展したことが知られている。1980年代以降は主要観光地とすべく、フィガリ空港が建設された。ありがとうございます。